インテルは14日、車載半導体などを手掛ける子会社のモービルアイが、北米向けに12人から14人乗りの自動運転の車両を開発すると発表しました。ドイツの自動車部品メーカー、ベントラーなどと協力して、特定の条件の下で運転を完全に自動化するレベル4を目指し、2024年にアメリカ都市部への供給を予定しています。モービルアイの幹部はロイター通信とのインタビューで、 自動運転の車両の開発でドライバーのコストを削減できるほか排ガス問題や渋滞にも対応できると述べています。